こんにちは、エミリエコです。はい、今日はですね、大好きな3コインズの購入品についてちょっと紹介してみたいと思います。はい、もう本当私大好きです。毎日行きたいぐらいですけど、はい、今あんまり行けてないのであれなんですけど、以前買った、購入品の紹介になります。こちらです。スマートフォンクリップホルダー、じゃ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 ーん、こんな感じです。はい、これはですね、はい、裏面はこんな感じです。はい、これはですね、スマホをクリップで留めるタイプのホルダーになります。以前ね、私が買ったのがこれですね。首にこうやってかけてスマホをこう見ることができる、操作することができるっていう優れものなんですけど、これもすごい便利なんですよ。はい、これ本当に便利で、仰向けになってこう動画が見えたりとか、本当に使い勝手がいいんですけど、で なんでこれ買ったかっていうとですね、ちょっとこれだと距離がね近すぎるなと思って、この距離をね調整できないんですよ。つまり遠くにしたりできないんです。近くにしたり、近くにすることはこうやって近づけられるんですけど、遠くにするのができないから、ちょっとこの距離でずっと見るの近すぎてきついなってちょっと最近感じてきて、だったら何かね、本当こういうところとかにいくらでも取り付けることができる自由自在なクリップホルダーが欲しいなと思って買ってみました。はい、まあ3コインズなんで300円です。で、税込みで330円です。では早速開けていきましょう。この箱を開ける瞬間とか大好きですね。はい、箱を開けますとこんな風に袋に入った商品が出てきます。はい、じゃーん、こんな感じ。すごくコンパクトになってますね。どうやって使うの？説明書とか特に入ってないんですけど、箱の裏が説明書になってますね。これ、はい、こんな感じです。で、組み立て方なんですが、まずは土台クリップを取り付ける。これね、いくらでもこうビニョーンって力を入れると、曲げて伸ばしたり曲げたり伸ばしたり自由自在になります。この部分ね、ここを外していきます。で、これ外したらここに丸いところがあるんですけど、ここにはめ込んでいきます。はめたらこのキャップを、かぶせてくるくるくるっと回してつけていきます。で、こんな風にくる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 っと回していって固定させます。がっちり、はい、はい、完成しました。多分もう1分もかかってないぐらいです。ではこちらをちょっと取り付けていきます。どこにやろう、ここ行けそうだよね。はい、こんな感じで挟めました。テーブルに挟みます。ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、こんな感じ。はい、今いい感じに固定されました。こんな感じです。じゃあね、早速ちょっとスマホを挟んでいきたいと思います。挟んでいきます。今こんな感じでスマホを取り付けました。結構、固定されてますね。これでじゃあ 何をしたいかっていうと、ちょっとじゃあ YouTube 見てみましょうか。はい、こんな感じで、YouTube も難なく見ることができます。なんかちょっと付け立ては揺れてますけど、普通にしばらく経つとこの揺れもちょっとなくなるかなと思う。あ、まだ揺れてるね。何がいいかっていうと、こうやって固定して YouTube を見ながら、まあなんかテーブルで何か書いたりとかできるし、あと、まあ、ご飯食べたりとかもできるかなと思います。まあ便利ですね、これね。寝るときとかにも使えそうだし。はい。はい、というわけで、スマートフォンクリップホルダーなんですが、まあ、結構固定されていいんじゃないかなと思います。まあ、一つ難点があるとすれば、ちょっとだけね、わかるかな？これかすかにね、
動いてるんです、揺れてるんですよ。まあ、これがなんかビチッと止まってくれてももっといいかなと思うんですけど、どうなんだろうな、これまあ微妙な揺れですから、まあ、そんなに気にならないかなと思います。まあ、これを使えば寝転がったままスマホ見れるし、なんかご飯食べる時とかにもそこら辺に引っ掛けてスマホを見れたりするし、すごく便利ですね。あのライブ配信とか YouTube 撮影とかをする人なんかにもすごく便利なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は 3COINS のスマートフォンクリップホルダーを紹介しました。はい、まあ300円なのですごくいい買い物だったんじゃないかなと思います。コロナの影響でやっぱり外出自粛がしばらく続くと思うので、ね、見たいドラマとか見たい映画いっぱいあるんですよ。はい、というわけでスマートフォンクリップホルダーを使って、毎日動画生活を楽しんでいこうかなと思います。まあ、今本当ね、スマホ様々ですよ。スマホがないと生きていけないぐらいに家の中ではスマホに助けられてるので、ね、テレビ、スマホ、本ですね、読書。今本当自粛生活でやれることといったら、部屋の片付け、映画ドラマを見まくる、あとなんだろうね、料理したり、なんか家でやっぱできることするしかないので、はい、なんか重宝しそうだなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーコでした。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。